休憩前に引き続き会議を開きます。日程第6、議第30号から議第33号までを一括議題とし、各常任委員長から審査結果の報告を求めます。まず総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、総務常任委員会の審査結果をご報告いたします。本臨時会議におきまして、当委員会に付託を受けました案件は、議第30号令和2年度守山市一般会計補正予算第2号分割審議であり、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全部、歳出間に総務費、間10に予備費、以上予算案件1件でありました。本会議休憩中に当委員会を開催し、理事者側より市長副市長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重審議の結果、議第30号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に文教福祉常任委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長。ただいま議長のご指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会の審査結果をご報告いたします。本臨時会議におきまして、当委員会に付託を受けました案件は、議第30号令和2年度守山市一般会計補正予算第2号分割審議とし、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳出間3民生費、間4衛生費、間10教育費、第2条債務負担行為の補正、議第31号守山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案、議第32号守山市介護保険条例の一部を改正する条例案、議第33号守山市国民健康保険条例の一部を改正する条例案。以上、予算案件1件、予算条例案件3件の計4件でありました。本会議休憩中に当委員会を開催し、理事者側より市長、副市長、教育長をはじめ関係部課長の出席を求め、詳細な説明を受け、慎重審議の結果、議第30号、議第31号、議第32号および議第33号はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、文教福祉常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、次に環境生活都市経済常任委員長の報告を求めます。環境生活都市経済常任委員長。
ただいま議長のご指名をいただきましたので、環境生活都市経済常任委員会の審査結果をご報告いたします。本臨時会議におきまして当委員会に付託を受けました案件は議第30号令和2年度森山市一般会計補正予算第2号分割協議で第1条歳入歳出予算の補正のうち歳出間7商工費以上予算案件1件でありました。本会議休憩中に当委員会を開催し理事者側より市長副市長をはじめ関係部課長の出席を求め詳細な説明を受け慎重審議の結果議第30号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。以上環境生活都市経済常任委員会の審査結果の報告を終わります。ただいまの環境生活都市経済常任委員長の報告に対する質疑はありませんか。内容でありますので、各常任委員長の審査結果の報告並びに、報告に対する質疑を終結いたします。これより討論を行います。討論はありませんか。内容でありますので、これをもって討論を終結いたします。それでは、議第30号から議第33号までについて一括採決いたします。本件に対する各常任委員長の報告はいずれも可決であります。本件は各常任委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議第30号から議第33号までについては各常任委員長の報告のとおり決しました。暫時休憩いたします。